札幌の商業施設が一時騒然としました午前11時過ぎ札幌市東区北7条東9丁目にあるアリオ札幌の立体駐車場で従業員から車が煙が出ていると消防に通報がありました火はすぐに従業員によって消し止められましたが車の一部が焼けました車には人が乗っておらずけが人はいません警察によりますと 4階の駐車場に停めていた車のエンジンルームから火が出たとみられています。火が出た当時、店舗内はゴールデンウィークの多くの買い物客で賑わっていました。